まあ私もね、そうは言っても嫉妬の感情ないわけじゃないんですよ。ほんとね、こんなね部屋の片隅でね撮って、ほんとだら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 こうしゃべっくっちゃべってるだけで、なんで登録者20万30万いってるんだよって、話してる内容も大したことないし撮影技術もって思っちゃうんですよ。まあね、若い女の子とかそういうので、まあ容姿で食えてるのはいいねいいねなんて、まあ、それで私だってね嫉妬はしますよ、そういうの。でもね、なんつうか合理化ってやつですか。まあね、あんた方はそうやってね、まあ、20代とかでね若いお姉ちゃんでね、そうやって容姿が整ってる間はいいですよ。これが10年20年30年って言ってね、この容姿が枯れていった後、その内容が何かあるんですかって言ったら、そしたらねこっちの本だみたいななのありますからね。私容姿こんなんですからね、ある程度はね内容でいかなきゃいけないっていうのありますしね。そういうね、逆にねこういう格好でこいつ外に出るっていうことで、だからこそね価値があると思ってるんですよ。だってね、綺麗な女の子がこういう格好してね、鎌倉だの原宿だのって歩いて、それをねこうビデオを撮って流したって当たり前じゃないですか。私がねそれをやるとある種の芸術ってなるわけなんですよね。そこがね違うんですよね。あ、それだな、あんまりねこの世の中ね高級なことをやるとね人はついてこないんですよね。この売れるっていうものはやっぱりパンとサーカス、そして仕事と恋愛、これに絡むとね本当に、ね、数字が取れるんですよ。もっとぶっちゃけて言うと、見ること食うこと稼ぐこと、そしてまぐわうこと、これにね関わるとね簡単に数字取れるんですがね、ちょっと私あんまりね、食うこと見ることはまあともかくね、仕事とかね恋愛そういうのはちょっと他の人に任せますかね。まあそういう風にね無理しても続かないですからね。だからこういうのってたまたまね自分のやってる方向性とこの視聴者のニーズが合致すると本当幸せですよ。普通に自分がやってるだけでねちゃんとねこうみんな見てくださるんですからね。やはりね私はなんだかんだで見下されることが多かったんで、あんまり嫉妬の人の嫉妬の感情がようわからんっていうのあるのかな。いや本当ね、千葉のね吐き溜め、田舎者の吐き溜め団地にいた時はねバカだのねキモいだのねわけわからんとかね散々ね周りのね学校とか地域の連中から言われてましたからね。だからね私はねバカでキモくてダメなやつだって思い込んでてね、もう刷り込まれて、だからこんな私のことにね嫉妬するやつなんかいるわけないと思ったんですよ。せいぜいねこのバカにして揚げ足取って笑い物にするだけだと思ったんですけど、違ったのかね。まあ、そうやってね私のことを蔑んできたやつっていうのも何かに嫉妬してそんなことを言ってたのかな、さっぱりわからんな。まあ、そういうのがねこの傲慢に見えて相手の反感買ってたのかな。でもしょうがない、私はこういう人なんだからね。でもこの表現の世界はこれでいいと思うんですよ。ある意味ねこの表現するってのは傲慢な行為ですからね。だってね人に対してなんかこうね申し訳ないとか、こんなんじゃダメだとか、こんなこういう人間だったらね表に出せないですからね。これでいいんだ、これが私はこれの表現だって今どんどん前に行くっていう、これでないといけませんからね。話戻りますけれど、いや誹謗中傷とかね、さてムカつくんだったらね、今だったらこうやって自分で動画撮って堂々と反論すればいいんですけれど、あでもなそういったできないか、自分がこうねなんだかんだで足引っ張るような誹謗中傷してるから、自分がなんかこう表現したらもう周りからね袋叩きされて誹謗中傷の嵐が来るんじゃないかっていう、そういうのがあるから、まあ、逆にできないよな。じゃあもうねこう誹謗中傷とかそういったねパターンに入っちゃったらもうそこでおしまいですね。もう一生なんていうかこの水準っていうか水準から抜きん出ることできませんね。もう水準以下のもう暮らしっていうか立場にしかなれませんよね。だからもう抜きん出ることができない。さていつも抜きん出る人をねバカにして足引っ張ってるから、自分がそうなったら怖いっていうのがあるから、そういうのできないわけですね。もうねこうやっぱり自分の中に留めておいてね黙殺するしかないですよね。まあ相手がね本当に自分に対して物理的に攻撃してきたらそれは別ですけどね、
単に自分が、ね、よりあいつがなんかこの気に食わないとか面白くないっていうのは、まあ、自分の腹に留めておく。でまあ場合によってはね、それをねこの燃料にして出世するとか、まあ、私はあんまりそういう燃料を使わない方がいいって思うんですけど、まあ人それぞれです。まあそういう風な手もありますね。いやでも本当ちょっとなんか今日変にこうなんか話乗ってきて、これじゃなんか取り留めなくこのまま全部いきそうなんで、これあとちょっとこれをこうぐっともう飽きてもちょっと撤収しましょう。空になりました。とりあえずここは撤収します。花火やってますね。いやもう真っ暗ですよ。目ではね月明かりで見えるんですけど、まあ、カメラだとこんなもんです。ではねここからこの若宮王子ですか、鎌倉駅の方へ撤収しましょう。あちょうど青信号ですね。とっとと当たんないと、これ逃すと長いですからね。あ点滅してる。厳密に言えば今日のねこの歩きは鎌倉駅に着くまでがゴールですからね。本当ねあそこで枯れたのはね大九死の大九死ってやつですよ。しかしね日が落ちると冷えますよ。いや本当信じられないくらい寒いです。もう冬ですね。こういう店ってねいくらぐらいするんですかね。まあ観光地だからなしょうがねえのかな。でも全然いないな。そうかもう日曜の夜だもんな。とりあえずこの先にねここら辺で手広くやってるスーパーマーケットヤマカってのがあるんですよ。半額弁当残ってねえかな。あこれフレッシュネスバーガーか。まあうまいってことは分かってるんですけどね、それなりにしますからね。安くてうまいっていうのはねやっぱり最高ですよ。自炊するのが一番いいって話になっちゃいますけどね、まあ、ハンバーガーぐらい作れますけどね。でもひき肉とか、ね、このこねるのめんどくせんすよね。さて山か着きました。ここで、ね、なんか安いのないか漁っていきましょう。これしかないな。残念当てが外れました。で今の時刻がですね18時9分なんですよ。ですからうちの千歳烏山には20時半頃か。そうするとね駅前の大関ってとこの弁当がそっちで半額買えるかもしれませんね。じゃあそうしよう。ヤマカの弁当の品揃えって鎌倉店よりはね江ノ島店の方がねたっぷりあるんですよね。今さらにそれだけのために江ノ島回るのもね交通費の方がかかっちゃいますからね。それに今から入ったも時間的にももうなくなってるでしょう。このね元江ノ電のこの配線跡なんですよね。このガードってねこれをくぐってっていったらもう駅ですね。あでもどうすかな、こっちもいいんだよな。みやこっち行こう。ここら辺がね大昔江ノ電の駅の跡だったんですよね。そうなんですよ、平洋軌道だったんですよ。さてもうここから駅ですね。ほんとねあちこち飲食店鎌倉多いですね。小町通りこちらの感じはどうでしょうね。あやっぱなんか静かな感じがしてますね、まあ、日曜のね夜っていうのもありますからね。それにしてもあここはもうやってませんね。もう閉店ですね。早いな。そうか、いやそこに本当にね飲食店がいっぱいあるならね飲食店巡りって遊びなら鎌倉は楽しいでしょうね。ただ街を歩くだけっていうよりはね。ただ私の場合ね同じ飲食店で3000円4000円使うんだったらそれでね具材買って野外調理したくなっちゃうんですよ、ね、そのお金で肉買ってで七輪抱えてね海風公園なり観音崎で、ね、バーベキューできますからね。いかがでしたでしょうか。今日は片瀬江ノ島駅からここ鎌倉駅まで海岸沿いをずっと歩いてみました。やはりねこうやってねカラッとした晴れの日っていうのはねあの海岸道路を歩くのいいですよ。車とか単車でブーって行っちゃうとねまあ一瞬ですけどねじっくり歩くといいもんですよね。やはりねこうね
夏っていうねイメージがあるんですよ湘南は。でも歩き回るんだったらね秋冬春ですね、まあ、私にとってはね6月15日から10月15日この4ヶ月がね地獄の季節で、他はね8ヶ月いい感じですよ。まあこれからねどんどんあちこち行きたいと思います。今日はこれで終わりにして帰ります。のダクレでした。